時短簡単節約効果ミキママです。今日はとんかつを作りながらミキママ流キッチンの使い方を紹介します。ふー、まずはミキママポイント1つ目、肉や魚を切るときは牛乳パックを使って切る。私、牛乳パックは必ず端っこを切っていつも取っとくようにしてるんです。お肉や魚って匂いますよね。なので牛乳パックの上にお肉を乗せて、今日は豚こまをギュッと握ってとんかつしますよ。塩コショウを振ってこの上で処理をするとポイするだけで楽ちんです。ニンニクとか生姜とか匂いやすいものもいいですよね。そしたらギュッと握ります。ロース肉を買ってこなくても、塊肉を買わなくても、すぐにとんかつできちゃうよ。大きさ自由自在。お肉をバッター液につけて、今度は右手でパン粉をつけて、そして揚げます。ミキマンポイント2つ目はレシピ本はレシピ立てに立てると便利。レシピ本って開いたり閉じたり濡れたりするとめっちゃストレスですよね。レシピ本はレシピ立てに立てて使っています。めっちゃ楽ですよ。試作するときは私はこういうボードを100円ショップで買ってきたボードにレシピを載せてメモしたりして仕事してます。レシピ立てはホームセンターで買いました。2つあると便利ですよ。2品作ったりするには2つですよ。3品作る人は3本と便利ですよ。とんかつが上がりましたよ。大きいでしょ。ビッグとんかつの完成。そしたらお片付けしちゃいますよ。ガスコンロが冷めてからこれ使います。アルコールスプレー。ミキマーポイント3つ目はアルコールスプレーを使って汚れを拭き取るです。アルコールスプレーは油を溶かし出す性質があるから、ガスコンロがしっかり冷めてからアルコールを吹きつけて拭き取るだけなんです。もうね、頑固な油汚れもピッカピカに、ほらスルッと取れますよ。めっちゃ綺麗になるんですよ。ピッカピカです。速攻早い。終わり。もうこれで OK。 ここまでやっとけば毎日ピッカピカですよ。お湯が沸騰しました。ここでミキマーポイント4つ目、使った唾液と食器液はその日のうちに茹でてから洗濯機に入れる。1日使っただけで布巾ってもう菌がいっぱい増えるし、匂いも臭くなっちゃうんですよ。5分から10分しっかり茹でてから洗濯機で洗います。私は綺麗な菌で毎日料理してます。茹で上がりました。そしたらザルにあげます。もう香りも全然ないです。臭くない。うん、いい匂い。そしたら洗濯機で洗います。この残った油なんですけど、これは野菜炒めで使いたいので網じゃくしでこして蓋付きのこう容器に入れて蓋をして、私は冷蔵庫に入れて保存してます。で、何とか使うと油が色が変わって風味も悪くなって美味しくなくなっちゃうんですよ。そうしたら私はこのいらなくなったタオルをですね、ハサミで切ってこれぐらい小さい大きさにして、これを油に冷めてから入れて染み込ませてからゴミ箱に捨ててます。吸い取ったらビニール袋に入れてから捨ててます。さあ最後の仕事はミキマンポイント5つ目、排水口は毎日漂白する。ミキママはですね、毎日受け皿をボウルに入れて蓋を入れて漂白剤入れてお水をたっぷり入れて漂白しています。夜浸しといて朝まで漂白します。こうすると翌日気持ちよくキッチンが使えるんですよ。皆さん今日もお役に立ったでしょうか。それでは一気におさらいしますよ。まずはポイント1、肉や魚を切るときは牛乳パックを使う。ポイント2、レシピ本はレシピ立てに立てると便利。ポイント3、油汚れはアルコールスプレーで拭き取る。ポイント4、使った唾
拭きや食器拭きは煮沸してから洗濯機へ。ポイント5、排水口は毎日漂白する。これが1日のお仕事です。意外と簡単だと思いませんか？これを毎日やったら年末の大掃除めっちゃ